そう、そんな感じです。やちさん、くまちゃん、ありがとう。こんばんは。ね、もう水曜日ですよ。ちなみに今日の私の夕飯は、今日は煮物を、まあ、小鉢一杯と、あとはなんかキャベツを千切りにして卵液と混ぜて焼くっていう、そう、なんかさあはよくやるんだけど料理の名前が全くわからない。ダイエットしてるときにさえがよく食べるやつ。そう、ちんちんさんめっちゃ可愛い、ありがとう。こんばんは。そう、配信のためにメイクした。え、なんか朝はさ完全にさ寝起き5分のすっぴんだったんだけど、そうだったんだけど、なんか朝も来てくれた人とかだったらなんか夜ぐらいはメイクしてないと、そう、同じ顔2回も見たくないじゃん。そう、そういう感じ。こんばんは。今日はブリの味噌煮と味玉作った。味玉いいね。ブリも食べたいね。ブリ、こんばんは。ブリの味噌煮ってさ作ったことないかも。缶詰で買っちゃう、いつも。なんかホテルで缶詰食うときブリの味噌煮よく買ってた。そう、デリシアのちびっこメンチカツ食べた。美味しそう。メンチカツいいね。揚げ物食べたいね。こんばんは。いいね。スピモカありがとう。同じ顔2回みたい。何百回でも見れる。うん、まあそうか。こんばんは。赤いシャドウいいですね。あ、ピンクっぽいやつ気をつけました。でもさ、今さ、まださ、ライトを買ってないからさ、何？部屋の照明だから、前髪で顔に影がかかっちゃう。なんか照明用意してみるか。一応さ、YouTube 撮る用の照明はあるのよ。よいしょ。用意してみるか。ちょっと待って、みんな。今最後画面からアウトしてるけど、あー待って、いろんなコードが、あ、取れた。よいしょ。これをつけてみましょう、せっかくなのでね。よいしょ。これも切っていい。誕生日、お誕生日おめでとう。ちょっと待って、一回この準備が終わったら落ち着いたらちょっと一旦コメント読むんで、みんないっぱい書いといてね。少々お待ちください。
眩しいね。もうちょっと話したらいいのか。ちょっと今照明つけてっから見て、めっちゃ眩しい。すごい、今まだちょっと近いんで、ちょっとポジショニングを変えます。お、いいじゃん。携帯で影になっちゃうな。そしたら、背景はめちゃくちゃ明るくなるんだけど。一番いいかな、多分。ほら、明るい。昼間みたい。いいね。ちょっと、はい、コメントをさかのぼります。こんにちは、こんばんは。チュンチュンさん、くまちゃん、ありがとう。イエーイ、こんばんは、こんばんは。今組み立てた三脚は安い三脚です。今ショールームするために携帯を固定してる、このこっちの三脚、まあカメラに映すと、これこっちの三脚の方がいいやつ。このライトをあれしてる三脚は安いやつそう、2本持ってるんだよね。こんばんは。オーディションチームフォーム行きます。お、嬉しい、ありがとう。こんばんは。イエーイ。お肌光ってますね、なんかピカピカだね基本照明を消したらどうなる。基本照明とは、こういう感じこんばんは。今日も好きです、ありがとう。こんばんは。そう、これからね、朝配信も増えるかと思います。なんかどっちもやる日とか増えるかも。なんか一人暇すぎてさ、なんかせっかくならショールームしようってなるんだよねあ、でもね、今日はね、動画編集したり、今日はそう、結構家にいる時間が長かったから、そう、あの部屋の片付けと食材の買い出しと動画の編集してた。この前友達がサリのお肌の透明感ありすぎって褒めてくれたから報告してた。やったー。そう、最近ね、調子いいんですよ。マスクのせいでたまに崩れるんですけど、平均的にはいい。部屋の照明暗くしたら多分すごい暗くなるよ。やってみる。えい、めっちゃ暗いとこでやってますか、ね、やばくない、出てくるわ、目悪くなっちゃいそう。えい、よいしょ。画面に顔近づけると顔が白飛びしちゃう。もうちょっと照明を遠ざけたらいいのか。さすがに近すぎ、一番いい配信環境。あ、これぐらいいいんじゃない？ちょっと目に影かかっちゃうけど、まあこれぐらいなら許せるでしょう。
ねえ、ほら画面に近づいてもテカることなく程よくこう顔を照らしてくれてる感じ。え、これ一番良くない？こんばんは。何でも書いたら大丈夫。やった、こんばんは。いい感じ、イエーイ。今日は一段とおきれい。久しぶりにメイクしたんでね、いい感じ。なんでそんな肌きれいなの？最近タオルで顔を拭くのをやめたんですよ。なんか家にいた時もやめたかったんだけど、なんかめんどくさくて、そう普通にタオルで拭いてたんだけど、最近お肌のことを考えてペーパー、もう顔を拭くため専用のペーパータオルをね、洗面所に設置してあって、お風呂上がりとか朝の洗顔とかメイク前の洗顔とか顔を洗った時はそのペーパータオルでこうそっとこう絶対に擦らないようにこうポンポンって拭くようにしたらめっちゃ肌整った。なんかタオルって結構雑菌がやばいらしくてお肌やばいらしいよ。こんばんは、かわっちー、ありがとう。イエー。スーパーに行ったらブドウとイチゴが並んでてビビった。え、もうさ夏って感じだよね。さやもさデラウェアがさ売っててさ、めっちゃ食べたいけどさどうしよっかな、買おっかな、どうしよっかなって言って毎回買ってない。え、なんか果物贅沢な感じがしちゃって。え、さ食費を1ヶ月1万円に抑えたいのね。まあ多分できるんだけど、このまま行くと全然いけるんだけど、そうなると果物とか買うとなんかもったいない気しちゃうんだよね。物価は長野と違う？でも物による？野菜によっても長野の方が安い野菜もあったし、東京の方が安い野菜もある。なんかね、輸入の野菜は基本東京の方が安いかも。アボカドとかさ、そうそうそうは安いけど、長野で作ってたりする地産地消の野菜みたいなやつは多分長野の方が安かった気がする。メンバーと外食するのは食費に入らない、外食費に入れる。そう、でも基本さ外食しないからな、今こんなご時世っていうのもあるけど、そもそも、そう、お米はこの前 ペアリーの MM に両親来てくれて、なんかそのついでにねうちに寄ってったんですよ、私がいない間に。私が次の日に劇場あるから、そうそうコンサート終わった後レッスン場に直行してる、練習してる間にそう家族が来てて、え、そうで、その時に何か欲しいものあるって言ったから、じゃあ玄米買って置いといてって言ったら玄米5キロ置いといてくれた。だからまだ米買ったことない。お米さ重たいからさ買いに行くのちょっとめんどくさいんだよね。別にあんまりお米食べないからなんか全然減らない。え、マジ全然減らないお米。なんかさちょっと多めに炊いて冷凍しとくのが多いんだけど、お米さえはね、マジこの前3合炊いてでも2週間ぐらい持ってる、その米全然減らないんだけど。そう玄米さえさ味がすごい好きなのよ。そうなんか健康のためってのもまあ1ミリぐらいあるけど、なんか味がすごい好きで、そう玄米食べてる。昨日愛理ちゃんの配信で落ち着いたらサインとご飯行きたいって言ってた。嘘、ちょっと LINE しよう。もういつでも行きたい。もう何食べよう、アイリーって何が好きなんだろう食べ物。そういえばさ人のさ好きな食べ物あんま知らないことに最近気づいた。でもねお肉が高いんだよね東京って。え、マジで高い。なんかに鶏肉、鶏胸肉とかさ
地元だったらさ30いくらとかあったの 100g。 でこっち60、70円ぐらいすんだよね。めっちゃ高いんだけど、涙出ちゃう、高っと思って。鶏の胸肉なんて死ぬほど安いイメージあったけど意外と高かった。そう、ピエン、そうなのよ。何や、ちょちょ切れるわ。こんばんは、こんばんは。やちさん、まったギフトありがとうございます。近くにパン屋さんいっぱいあるけど、まだね、いつもいい匂いだなーってね、嗅ぎながら通ってる。まだ買ってない。そう。お肉はスーパーによる。え、そうなの？なんかそれスーパー3軒ぐらいはしごして、それでも一番安いとこがそれぐらいだった。もっと高いところもあった。そうなの。あ、そうそうそう、家計簿もね、つけてるよ。5月は1日かかとも、たりとも欠かさず家計簿つけた。偉くない？レシートも全部取ってある。え、マジ、家庭的すぎるんだけど。毎日3食ちゃんと食べてる？基本はね、じゃあ今日とかは朝起きるの遅かったから、昼と朝一緒に11時ぐらいに食べちゃったけど、なんか、だから朝からレッスンの時とかは朝早く起きるから、そう、その時は3食食べてる。お腹空いちゃうからね。それマジすぐお腹空いちゃうからさ、めっちゃ燃費悪い。こんばんは、こんばんは。コストコで買って分けると言ってもないわけじゃない。でもコストコ行くとしたらさ、車借りてちょっと遠出しなきゃいけんやん。そうするとさ、そのレンタカー代とかも加味すると、なんかそこまでなのではっていう感じする。会員費5000円とかも考えると。そう、お菓子とか節約してんの？それお菓子まだこっち来てから一回も買ってない。お菓子とかアイスとか嗜好品一切買ってない。ジュースとかも買ってないよ。 そう、でもコストコ行ってみたいんだよな。なんか駅し何なんていうの、何、遊びに行く気持ちで。そうそう、アミューズメント的なノリでね、コストコ行ってみたいですね。私はお腹空いてても我慢できる術身につけた。いいなー、さ、お腹空いた、もうなんか気分が落ちちゃう。 あー、動けないなーってなっちゃう。さにてジュース飲むの？まあそんなの、そもそも飲む頻度はそんな高くないけど、なんかそう、カロリー高いからさ飲めないんだよね。でもさ、なんかプロテインドリンクとかよく飲んでたの。でもプロテインも高くてさ、なんか買ってないね。そう、ドンキとかだったら安いから買いだめしに行こうかな。ネットで買うか、なんかそういうドンキみたいな安いところで買うかちょっと悩んでる。こんばんは。プロテイン飲みたい。またちょっと痩せたいんだよね。今さちょっと体重落ちてるから、なんかこのノリに乗ってさ、キューンって落としたいからさ、タンパク質しっかりとって筋トレしたい。ちょっと顔ほっそりしたと思わん？なんかあれの時はあれだったけど、スモールワールズさんの時はまん丸だったけど、あの日なんかむくんでたんだよね。 ちょっと顔ほっそりした気しない？体重ね、ちょっと落ちたんだよね。
場でプロテインが流行ってる、プロテインが流行ってるっていうか意識高いメンバーが今めっちゃ多い。そう、太んないようにしてるメンバーがめっちゃ多い。がなあちゃんに、ココア味のザバスを差し入れてた。そう、昨日さゆいゆいがさ、そう話しかけてくれて、でそのさやがレッスン終わって、今やばい曲名危な危うく言うところでした、めちゃくちゃ危ない。そうレッスン終えた時に話しかけてくれて、でもう全然難しくて踊れないですみたいな言ったら、でもさゆりはいつもなんか予習とか復習とか、そう一人でよくやってて、なんかすごい偉いよみたいな、なんかすごい褒めてもらえた。で、わかんないとかあったらいつでも聞いてねって、あの優しいあの笑顔で言ってもらえたので、ニッコニッコでさえは帰りました。ゆいゆい可愛いと思って。あと、もう一個ゆいゆいの可愛い話は、みゆちゃんがレッスン場のその休憩室みたいなとこがあって、そう、そこでね寝てたのよ。したらあの寝てるみゆちゃんと一緒にこうやってツーショットこうやって撮ってて、でそのゆいゆいがこうやってツーショット撮っているところを私はこうカメラに収めたよね。そう、そんな感じ。そう、もう天使でした。なんか、あ、現実に天使って存在するんやっていう感じ。うん、ほんと。こんばんは。やっぱりみんなサリーの頑張りを見てる。実はバレてるのかも、サリーが努力してること。恥ずかしいな。その写真ユイのババメで送られてきた。あ、本当？じゃあ今日サリーがメールで送ろうかな。あのミュウちゃん、寝てるミュウちゃんとツーショットを撮っているユイちゃんの写真を今日メールで送るね。みんなメールで見て。お弁当悩んでるゆいゆいに遭遇したことある？私もお弁当結構悩むタイプなので、ゆいゆいと並んでなんか悩んで、でも私の方がいつも先に決めて退散してる。そう、よく見かけますね。本当にいつも悩んでるゆいゆい、可愛いんだよな。さりも映ればよかったね。いや昨日結構あの前髪全上げしてたから、ちょっと顔が結構やばかったのよ。そう、昨日はなんかもうダンスが踊れない絶望の顔と、汗で前髪が死んだから前髪を全上げしている私と、汗で髪の毛がボサボサになっているみたいな、全部合わせて写真に残すにはちょっと厳しいみたいな感じだった。サリンとユイユイどっちが背とか、ユイユイの方がね、見てわかるぐらい背大きいよ。 3センチぐらいは多分大きいと思う。並んだらゆいのが大きいねってすぐ分かるぐらいには触ります。そう、ミッサーが上げてるやつあるかも。前髪上げてるやつ、あれはね髪もう縛ってたんだけど、もう縛ってるのが汚すぎて下ろしたんですよ。その時にミッサー死んどったかも。どこに上げたかな、ツイッターとかに上げたのかな。ちょっと見てみよう、メールかな、どうだろう。確認します。今日ツイッター開いてないからメンバーのツイート一切わからん。今日割となんかずっと何かしら集中してた気がする。どこかな、ツイッターじゃないのかな、どこにあげてたんだろう。ツイッターじゃなさそう。
メールかな。メールか。残念。残念。トメさん、クマちゃん、ありがとう。明日は早起き。明日はでもそこそこ早かったと思う。今日みたいになんか8時50分に起きましたは許されないぐらいの時間だった気がするしけさん、こんばんは。こんばんは。あれさ、何時だったっけ。ちょっと忘れちまったな。レッスン時間忘れちゃったけど、でなんかめっちゃ早朝6時に起きなきゃいけないとかではない気がする。ご飯食べたの。食べた。朝の通勤ラッシュね。朝の通勤ラッシュってさ、何時から何時ぐらいなの。一番混む時間ってどれぐらいなんだろう。電車まだわかんないんだよね。そんな朝乗らないから、みんな教えて。一番電車が混むのはいつですの、みんなの体感的に。7時半から8時半ぐらい。8時から9時。7時半から9時。9時ぐらいも結構混んでるんだ。なんかそのイメージなかったな。だいたい8時過ぎ、まあ、7時半から私が乗ってるのは6時40分ぐらいけど割と混んでる。だラッシュは多分7時半か8時半ぐらいの多分1時間が多分一番やばくて、でそれについで、まあ、その直前とかその直後ぐらいの時間がやばいんだろうな。じゃあそのぐらいの時間に電車乗るときは覚悟した方がいいってことね。まあ、でも路線にもよるよね、きっと。一番混む時間わかんないけど、わかんないけど9時出勤が一番多いから。ああ、そういうことか。確かに、なるほどね。だからまあ7時半から9時ぐらいが一番混むのか。都心部になればなるほど9時ぐらいの方が混んでそうで、なんか離れるともっと早い時間混んでそうね。なんかそんな感じしない。こんばんは。こんばんは。女性専用車両。あー、女性専用車両ね。乗ったことないですよ、まだ。女性専用車両、なんか女性、これは何時から何時まで女性専用車両ですみたいな車両見たことあるけど乗ったことないわ。なんか混んでる時は探してみようかな。で、ちょっとは楽かも。それも割といっぱいなんだ。あんまり女性が集まるからね。そりゃそうだよね。こんばんは。こんばんは。なるほどね。だけど最近さ、レッスンに行くときも服装に無頓着すぎてさ、レッスン着でさポンポコ歩いてるわけ。さすがにダサすぎて昨日やめたよねちょっと、なんかもうおしゃれするの元気出なくて、最近なんかもうふざけた格好で歩いてる。そう、もう T シャツにスキニーみたいな格好で今日は買い物に行った。あ、そう、今日新しい靴買ったよ。みんなに見せたいから持ってこようかな、玄関から。安かったの。ちょっと持ってくるね。
サンダルを買いました。じゃん。サンダル。可愛くない？なんかそうミッサーがこういうねレスサンダルを履いてレッスンに来てるのを見て、えめっちゃ楽そうと思って、そうこれ一本で来るのめっちゃ楽そうと思って、そうアーノルド・パーマーのね靴可愛くない？えこれマジ超楽、今日買ってまだ履いてないけど試着っていうのしかしてないけどマジ楽だから、ここからレッスンでもうそれ裸足で生活したいのよ、私裸足で生活したいから、もうレッスン行くまでこれで、レッスン場着いたら靴下履いて靴履いてレッスン決定で、また帰りは裸足で帰りたい、だから買いました。はい返してきます。玄関に返してきます。そうだからミスターの真似しちゃった、ミスター見たら欲しくなっちゃった、そうサンダル楽ちんサンダルを一足買った、でもこれ安かった、3000円しなかったよ、なんか安くなってたのだから買ってきちゃった、なんか欲しいなと思ってフラッと靴屋さんに入ったら、なんかちょうどなんか 30% オフみたいなの書いてあって、やったラッキーって言って買っちゃった。だそもそも多分そんな高くないんだろうね、あれ。しけさんこんばんは、こんばんは。足の爪のお手入れも大事になってくる。でもさ足の爪も全然深爪ぐらい切るから、あの手と何ら変わらないんだけど、足もガンガン切るからさ。で何も塗らないから、ただの足、ただの清潔な足って感じ。そう足の爪こそってすごい短い、てかさ足の爪めっちゃちっちゃいんだよね、えマジで 小指の爪とかマジ米粒1個ぐらいしかないのよ。そうサリン韓国系のファッションとかに似合いそう、えそれ着たいんだけどさどこに行ってんのか分かんないんだよね、どうやったら韓国風のファッションってできんの。むずいんだけどマジ、どこに行ったら買えるのでしょうか、マジみんな教えてほしい。サンダル履き慣れないと皮むけない、えそうなんかスモールワールズに行った時にさサンダルで行ったんだよ、その前から持ってるやつ、なんかちょっと何めっちゃ厚底のスリッパみたいなおしゃれなやつなんだけど、それで長距離歩いたらめっちゃ靴ずれした、小指の皮むけた、もう治ったけど、レッスン着おしゃれだなって思うメンバー、へえ誰だろう、りんちゃんとかなんかすごいよ、なんか破けてるやつと、破けてるっていうかさダメージジーンズ的な破り方ね、おしゃれな破り方ね、そう破れてるやつとか、なんかこの前さやが目をかっぺらいてえって顔で見た背中ががら空きのやつとか、なんかどこで買ってるのか不思議なレッスン着を着てて、でそれを見事に着こなしてるからいいなと思う。ひーちゃんに聞いてみる、確かに今度ひーちゃんに会ったどこで服買ったらいいと思うって聞きに行くね。まさとさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ネットで買った、えネットでさ韓国で服買うとさ毎回失敗したんだよな、なんかそうなんかおすすめのサイトあったらみんな教えてください。逆にレッスン着がダサいメンバー、まあ愛を込めて20日だね、20日
ツカはでも最近はねおしゃれなんだよ。ハッツそのね1年ぐらい前のハツカがマジ愛おしかったね。冬ドーンって書いた T シャツとかファンの人からもらったらしいんだけど、そうあれ可愛かったね。そうね、春夏冬があったね。秋もあったか、なんか春夏秋冬あったわ。最近はなんかおしゃれになっちゃって、そうハツカちゃんもおしゃれになっちゃった。みんな年々おしゃれ度が増してる。そうなんか最近ねハツカはマジなんかおしゃれ度が超増しててレッスン着になんか真緑のそのズボン入ったりするんだけどめっちゃおしゃれなんだよね。そうめっちゃおしゃれ。コップの中身はこちらです。こんばんは、こんばんは。でもまあもうすぐ夏だし新しい服買いたいな。かわいい、ありがとう。最近なんかもういただいた服で生活し続けてるからそろそろ自分で服買おうかな。なんか夏服なぎちゃん絶対可愛いレッスン着着ててほしい。なぎちゃんは可愛いよなぎちゃんはなんかフリフリのついたなんていうのトップスとかリボンがついたトップスとか着てるイメージレッスンの時。えマジ可愛い。えそう可愛いね。メムでのコンサート見たけど歌うまいよね。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。初見です、初見さんこんばんは。嬉しい、歌うまいって言ってもらえるの嬉しいね。え待って、今日めっちゃ顔痩せてない？気のせいこれ。笑うと変わんなかった笑ったらまんまるだった。なんでもない。こんばんは。サリーの服のテーマはある？なんだろう。でも洋服買うときは一目惚れしないと買わないっていう決まりはあるね。そうなんだろう、テーマでなんかいろんな服着てるかも。結構かわいい、いやかわいい系が最近少ないんだけど、でもセンスないからさ、洋服に洋服のセンスあんまないからどうしようかなって感じそうどうやったらセンス良くなれんだろうって感じ。マジ世の全ての女性に聞きたい、どうやったらセンス良い服着れるんでしょうかって。セリン金髪にする予定はないかな予定はまあないかな。金髪はないかな、ないかな。ちょっと髪の毛傷みやすいから金髪にしたら多分散る髪の毛が散るね、ちぎれる、ゴムみたいになる多分。でもなんか最近店で自分の一目惚れする服に出会えないからずっとネットで買ってる。そうこのメンバーの私服いいな、横ちゃんだね、圧倒的横ちゃんだね。横ちゃんはもうなんか
殿堂入り、おしゃれすぎて。えマジでヨカちゃんのあのさ、すべての美的センスはさ、どっからこう得たんだろう。弟子入りしたいもん。なんかメイクもいつもおしゃれだしさ、洋服もおしゃれだし、なんか持ち物とかもおしゃれだから、なんか生き方がおしゃれじゃない、ヨカちゃんって。どっからそのあれなの、どっから学んだんでしょうか。えマジなんかもうそういう塾に帰りたいぐらい、本当おしゃれになりたい。もうね、多分さやがおしゃれになるにはもう今持っている服全部一回捨てて、もう一から買っていくみたいなことが始まる。もうね、4年とか着てる服はね、捨てた方がいいよね多分。本当に。で、あのちゃんとした値段の服を買う。多分それが大事かも。うん。よし、めっちゃ何年も着る服ばっかり、ね、さ捨てられないんだよね服。本当捨てられない。ちゃんとした値段はちゃんとした値段だよ。でも2000円のスカートとか買わない。え、なんかいつだっけな、3月か4月とかかな、になんか1万円のスカートを1回買ったんですよ。え、マジ奮発して、ね、超一目惚れして、高いけど長く、どうせさ長く履くからそういいだろうと思って、そう買ったらマジでそれが良くて、なんかすごいフォルムが綺麗に見えるし、素材も綺麗だし、履き心地もいいから。え、ちゃんとした値段の服ってやっぱ値段のだけあっていいんだなって気づいたんですよ。そうなんで、ちょっとちゃんとした値段の服を買うが今後の目標ですね。まあ多少高くてもしょうがないって感じ。でもさ、こういう服が着たいってずっとここにあるんだけど、この服をさ店で見つけられないから、ずっとさここにあるだけでさ手元に来ないんだよね。どこに売ってんだろう。ザラとかちょっと行きたいんだよねさ。なんかザラだったらありそうなんだよ、ザラのイメージ。まあザラ安い、基本比較的安いんだけど、どこに行ったらおしゃれな服って買えるんですか。どこ、ダイバーシティとか行ったらいいのかな、わかんないけど。どこ行ったらさやが欲しい服が買えるんだろう。わかんないんだけど。3年くらい着ない服はほぼ着ない。1年着なかったらもう着ないだろうね服って、今後。こんばんは。いや、ネットだよね。ネットでもさ、素材感とかサイズ感わかんないからさ、あんまりね、こう成功しないイメージあるよね。ちょっとネットで探そう今度。でちょっと高くても奮発して買おう。でももうちょっと経たないとさ買えないわ。クレジットカード、もうちょっと経たないとさ買えないわ。引っ越しでめっちゃクレジットカード使ったから今使えないんだよね。ルミネね、なるほどね。パルコとかね、なるほど。ちょっと頑張って探してみよう。でも今なんかあんま外出るのもあれだし、一旦ネットで探そうかな。
やっぱ洋服って大事だよね。このさ、今着てるシャツとかもさ、いつ買ったんだろう、多分3年前にアウトレットで買ったんだよ、多分千葉の。東京で暇な時にそうアウトレット行って、で泣き止めぼりしてこれ買って、これ結構気に入ってんだけど、やっぱ一目惚れした服ってね、何年も着れるんだよね。そう、しげんさんこんばんは。古着屋巡りで見つけるのもいい。あ、確かに古着屋ってどこが多いんだっけ。吉祥寺だっけ、古着屋って有名なの。下北だっけ、どっちもか。古着屋さん巡ってみようかな。古着はね、嫌じゃない、全然。一回洗うけど、買ったら一回洗うけど、古着屋は下北、高円寺、高円寺ね。ちょっと今度下北沢行ってみようかな。古着屋さん巡りしようかな。なんか友達に前なんかここの古着屋さんがめちゃくちゃいいみたいな教えてもらったんだよな。行ってみよう、そういうとこ。知人も出店してる。すごい。吉祥寺さ、なんかおしゃれじゃない？吉祥寺にさ、前も話したことあるかな、なんかすごいプティット村みたいな名前のね、なんかすごいちょっと異世界みたいなとこがあるんですよ。なんかファンタジーの世界かしらここは、みたいなエリアがあって、そう、そこがね可愛いから そこ行きたいね。古着屋さんも行きたい、いいけどそこも行きたいね。下北この前行ったけど古着屋さんありすぎて困るぐらい。やっぱ下北沢の方が古着屋さんの数とか多いのかな。友達どこだっつってたっけな、おすすめの古着屋。わかんないけど、ちょっといろいろ巡ってみよう、暇の時に。でもさ、休みの日とか家から出れないんだよね、それもう。嫌になっちゃって。そう、良くないよね、ほんと。すぐね、引きこもりたくなっちゃう。でも、引きこもるとなんか、精神病むから、ほんとバカだなって思う。そう、だから、意地でも家から出るように頑張ってる。今日とかは頑張って家から出て買い物行った。そう、買い物行って、まあ今日食材かな、3つぐらいお店回って、そう、野菜はここ、お肉はここみたいな、もう決まっ、なんとなく決まったんで、さ、3軒はしごして買ってきた。あと今日牛乳買ってきたよ。もうね、牛乳が終わりそうだったの。毎朝飲んでるから牛乳の減りが早くてさ、牛乳買ってきた。でもなんかさ、今までさ、家族の分も考えてこう買い物、ママと2人で行ってたから、なんかもう家族3人分の量で買ったけど、なんかつい買いすぎちゃうんだよね、癖で。そう、癖で買いすぎちゃう。あさっては雨らしいからお出かけは注意。あら、そうなんだ。あさってもレッスンあるから傘持ってかなきゃだね。食事一人分難しくて多く作りすぎちゃうんじゃない？でもわざと多く作って、一人分だけ作ると高くつくから、わざと多く作って冷凍したり冷蔵したりしてね、取ってある。でもさ、煮物冷凍しといて今日さ解凍して食べたんだけどさ、
なんかこんにゃく冷凍するとマジでまずいから、みんなこんにゃくは冷凍しない方がいいよ。え、マジバカまずい。なんかめっちゃまずかった。そう、びっくりしちゃった。こんにゃくと白滝とか、なんかこんにゃく系はなんか冷凍しない方がいいらしいから、みんな冷凍しないでね。めっちゃまずかったんだけど、悲しい。こんにゃく大好きなのに美味しくないこんにゃく食べてた今日。あれ、なんかさやの好きなこんにゃくどっか行っちゃったと思って半泣きで食べてた。私の愛しきこんにゃくって、悲しい。こんにゃくはいつ食う。さやこんにゃく大好きだからいつでも食う。こんにゃくね、何してもうまいと思うよ。こんにゃく大好きなんだよね。さや山形の玉こんにゃく食べたくなっちゃう。玉こんにゃくってさ、あれなんであんなうまいんだろうね。めちゃくちゃ美味しくない？ねえ、味噌田楽にすると美味しい。ああ美味しいね。ああ今日こんにゃく買ってくの忘れちゃったな。今度こんにゃく買ったら味噌田楽にして食べよう。こんにゃくはちぎら手でちぎらないとかな、味が染みない。そう、手でちぎって入れた煮物作った時、え、そんな努力をしたのに美味しくなかくなっちゃった。もうほんとバカ私。でもまあさ、自炊ってさ、やっぱやりながらこう学んでいくもんだよね。でもなんかね、うち野菜室に死ぬほど野菜入ってる今。キャベツと大根と、ズッキーニは今日使い切ったでしょ。玉ねぎとじゃがいもとトマトとネギと小松菜が入ってる。あとアボカドも入ってるわ。野菜室の充実具合半端じゃないんだけど。滋賀県は赤こんにゃくが有名。何赤こんにゃくって、赤いのこんにゃく、どういう、何が違うんだろう。なんかあの紺色のこんにゃくじゃないの。紺色じゃないわ、灰色か。紺色のこんにゃくあっち逆に怖いわ。群馬にこんにゃくパークがある。そうなの？最高じゃん。いつでも鍋できる。あ、でもちょっと白菜が必要かな、鍋するなら。マジで真っ赤。やばー。ちょっと今度調べてみよう。ま、何で着色してんだろう。こんにゃくゼリー好きだよ。でもこんにゃくゼリー高いからあんまり買わないけど。めっちゃ好き。大好き。でもね、買うと食べ過ぎちゃうんだよね。野菜室めっちゃ超充実してる。冷凍室はまあその失敗しちゃった煮物の冷凍と、昨日作った豚丼の上の具材の冷凍と、魚2種類と、あと今日買ってきたなんか味付け牛肉。そう、今日さ、なんか焼肉用の味付いてる牛肉めっちゃ安くてさ買っちゃったよね。牛肉だけどさ、なんか安かったから買っちゃったよね。そう、あとうどん入ってる、冷凍うどん。なんかもう料理なんかすごい具合悪くなったりとかさ、めちゃくちゃやる気ない時とかに、もう料理今日無理だけど食べるもんが一個もないって時にさ、レンチンして醤油かけてうどんって食べれるからさ、何かのために取ってある。そう、入れといた。あと冷凍ブロッコリーと冷凍コーンと冷凍チーズ、チーズ冷凍してあるピザ用チーズ。そう、そんな感じだね、うちは今は。そう、冷凍うどん安くて美味しいし、あと普通に卵とかかけて食べたい時ある。わかる？うどん普通に食べたくない？そう、なんか急に食べたくなった時用にね、絶対取っておきたいんだよね。こんにゃくパーク今日はテレビでやっててフワちゃんが言ってた。調べてみよう、タイムリーだ。あ、醤油買ってくるの忘れた今日。
もういっか。今日の昼そば持ってって会社出た。キッチンがあるの会社に。いいね、すごいね。そば茹でんのすごいな。そば湯とか飲むのそこまでじゃないか、そこまでじゃないか。こんばんは。でもいいね、え、めっちゃよくない？出来立て食べれるってことでしょ。めっちゃいいじゃん。醤油にこだわり？え、でもないけど、今家にあるのがなんか昆布醤油みたいな、なんか昆布の出汁が効いてる薄口醤油みたいなやつがあって、でね、それはあの何、食材っていうか料理にかけるように買ってあるのよ。でもで普通にあのさ、あれ何度ぐらい入ってんの、1リットルぐらい入ってるさ、大きい醤油あるじゃん。それを料理用に買いたいんだけど、毎回それ買い忘れちゃって、でさ、その昆布醤油はさちょっと高いわけ、その料理に使いたい醤油より。だからなんか高い醤油で最近ご飯作ってんだ。リッチすぎるからちょっと普通の醤油が欲しいのよ。でっかいパックに入った普通の醤油が欲しいのに、最近そう高い醤油で作ってんの。そう、ね、やめたい。そう、高い醤油は冷ややっこ食べたりとかさ、お刺身食べるか分かんないけどさ、お刺身食べたりとかさ、そういう時に使いたいわけなのにさ、なんか料理に使ってんだけど、もったいないもったいないって感じ。次回は明日だな、明日の帰りに買ってこよう。うん、忘れないぞ。液体系はね、一気に買うとめちゃくちゃ重くて手がちぎれちゃうから、ちょこちょこ買っとかないと。今日普通に牛乳2本買って、本当にちょっと嫌な気持ちになった。肩痛いなって思った。最近は丸々用醤油とか種類が増えて逆に困る。ね、何がいいか分かんない。え、でもさ、はま寿司かな。はま寿司なんか5種類から6種類ぐらい醤油が置いてあるんですよ。なんかこのネタにはこれがおすすめだよみたいな。そこでね、なんかね、醤油食べ比べやるのめっちゃ楽しい。そう、はま寿司食べたいな。はま寿司行きたい。どっかにあるかな、秋葉原の近くとかにないかな。でも外食って結局お金かかるんだよな。ってなるとちょっとこうためらいが生じる。でもお寿司大好きなんだよね。お寿司食べたい、ね、焼肉も食べたい、ね、焼肉はちょっと前に食べたわ、長野県で食べたわ。寿司屋の醤油はなぜかうまい。わかるわかる。ソースもうちはとんかつソースのみに割り切った。え、ソースさ、なんか中濃ソースとあとウスターソースとみたいなさ、めっちゃ種類あるじゃん。たこ焼き用ソースみたいな、あれ本当に使い分け無理だよね。今ソースないわ。そういえば家にソースも買い忘れてるわ。そう、今日ソース使おうと思ったらソースなくて、ケチャップもないんだよ。でソースないからケチャップにしようと思ったらケチャップもなくて、そう、あの焼肉のタレ使った。味を諦めたね。そう、妥協に妥協を重ねても焼肉のタレうまかったから別にいいんだけど、そう、そんなことが今日起きたよ、会話するのせいで。
そう、食材はね山ほどあるのにね、調味料がねちょっと、なんかコチュジャンとか甜麺醤とか豆板醤もあんの。中華はすごい揃ってんだけど、なんかそのケチャップとかさないんだよね今。ケチャップは好きだからちょっと早く買ってこなきゃ。ソースとケチャップは、ソースケチャップ醤油は早急に必要だね。なんで今日買ってこなかったんだろう、ほんとバカなんだけど。買ってこいやマジで。私いや、冷ややっこに焼肉のタレが美味しい。ちょっとやってみよう、明日の朝やるね。マヨネーズさ買うかちょっと悩んでんだよね。普段は使わないけどさ、急にポテトサラダがさ食べたくなるかもしれんやん、作りたくなるかもしれんやん。そうだってマヨネーズはちょっとポテトサラダが食べたくなったら買ってこようかなって感じ。まあ、常備しなくてもいいかなって感じだね、使わないからね。焼肉のタレはモランボンのジャンテの一択だけど、なかなか売ってなくて切らすと大変。全然知らない、レアなんだ。置いてあるスーパーと置いてないスーパーがあるんだね。でさ、この前あれだよ、なんか納豆屋さんみたいなところで納豆買ってきた。ソースはウスター派それとも中濃派。まあ物によるよね、とんかつとかなんかコロッケとかあったら中濃かけたいけど、野菜炒めとか作るならウスターソース使いたいし、あとポテトサラダにウスターかけたいね。こんばんは。冷ややっこは塩、なんか大人だね、食べと塩で食べたことないな。焼肉とか寿司は塩で食べるけど、冷ややっこ塩か。それもやってみるね今度。成城石井とかいいんじゃない、知らない調味料いっぱい。成城石井でも高くない、高級スーパーのイメージあるんだけど、なんか駅とかに入っててたまにさ時間つぶしに入ったりするけど、高っと思ってススススって出てくるよ。それはアジフライに何つけますか、醤油ソースタルタル塩。アジフライはまあ、ソースだね、中濃ソースだね、かけるならアジフライでもかけない方がいいかも。カルディもいっぱい売ってる、カルディも行ったこと何回かあるけど、なんかカルディはなんか海外のものいっぱい置いてあって全然わかんなかった。でまたもう一回行ってみようかな。もう一回行ってみようかな、ちょっとわかんなかったんだよな、そう海外すぎて。業務スーパーね、業務スーパー行ったことないんだよな、探して行ってみようかな。なるほどね、今はま寿司がどこにあるか調べた。はま寿司って意外と店舗少ないのか、もしかして店舗を調べる。はま寿司がさ一番好きなんだけどな、寿司屋で、回転寿司で。実は少ないのか、もしかして。分からん、なんとか店って書いてあるけどさ、なんとか店がさ東京の地理弱すぎてさ、どこか全然わかんない。全然わかんないんだけど。こんばんは、間に合った、お疲れ様。白身魚とかホタテのお寿司は意外と塩が美味しい。寿司は全部塩うまいで、ハマ寿司好きやと同じグループ。そうなの、じゃあそのチェーンさえ好きだわ、多分好きやも好きだし、ハマ寿司も好き。
あ、本当だ。全商って会社だ。スキア、ナカウ、ココス、ビッグボーイ、ビクトリアステーション、これ知らないな。ジョリーパスタ、これも知らないな。エレトリト、これ読めない、わかんないや。ハマ寿司、ギュアン、焼肉一番。え、その辺って全部さチェーンだったんだ、知らなかった。これスカイラークぐらいでかいじゃん。え、知らなかった。全商グループすごいね。全然知らなかったね。中尾もね一緒だったんだ。知らなかった。そりゃ好きだわ。中尾でも行ったことないけどさ中尾行ったことないけどね。ハマ寿司なんかね、種類めっちゃあるイメージあるんだよね、寿司ネタの。だから鴨肉のさ寿司とかあって結構美味しいんだよね、その肉寿司も。めっちゃ種類あってなんか飽きない、いつも。だから好き。知らなかったな。全然知らなかった。中尾ってどんな店か今見てみるね。商品、うどん、トンテキ丼、うな重、なんか和風のご飯屋さんって感じなのかな。そう、ハマ寿司の肉系の寿司めっちゃ。中尾は親子丼、親子丼なんだ。ほう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 、親子丼が美味しいんだ。行ってみようかな。牛丼とかも一応あるのね。これやっぱさ、すき家と味違うのかな。牛丼は同じチェーンだけど店ごとのあれがあるのかな。中尾唐揚げがいい。そうなんだ。中尾といえば親子丼って書いてある。美味しそう、親子丼テカテカなんだけど。豚角煮丼とか。豚の角煮食べたい全部美味しそうなんですけど。うわー、いいなー。あ、ゴーゴー唐揚げってあった。唐揚げも美味しいんだ。うわ、行きたい店ばっかりだな、さよ。でも外食多分あんま行かないんだろうな。回転寿司のスイーツが好き。わかる。回転寿司のはま寿司ね、なんかねスイーツ美味しいんだよね。あ、でも一番スイーツ美味しいのどこだ。くら寿司とかかな。スシロー、うわー、どこだろう。わかる。寿司屋のねスイーツで絶対食べて帰るもん。そう、サイドメニューが豊富なんだ中尾は。セリ、うなぎ好きな人だって。全然普通に好き。一人でなんかうなぎ屋さんみたいなとこに行ってなんかうなぎの串食べるぐらいには好きだよそう、回転寿司のラーメンとかうどんも美味しい。ラーメン美味しいよね。あれなんか魚の出汁とかでうまいよね。寿司屋で一回スイーツ挟む。寿司屋はね、さよね、スイーツ一番最後に食べるんだよね。そう、食べ放題の焼肉とかしゃぶしゃぶは一旦ちょっと腹八分目かもってなったらスイーツ挟んでリセットする。そう、天丼店屋も行ったことないの。なんかさ、その辺のさ、なんか丼のチェーン店みたいなとこめっちゃ行きたいんだけどさ、全然行ってないんだよね。回らない寿司はなんか居心地がよろしくない、慣れてないから。なんかさ、こう背筋が伸びますよね。まあ行ったことないんだけどさ、もう想像だけど。これ初見さん、こんばんは。はま寿司は他の回転寿司と比べて店舗数があんまり多くない。増えてほしい、めっちゃ好きなんだけど。そう、なんかそのうなぎを食べに行ったのにはちょっと理由があって、その食べログかなで、なんかその GoTo イートポイントみたいなのがめっちゃ溜まってたの。そう、
なんか友達とご飯食べたりしてたらなんかめっちゃたまって4000ポイントぐらいたまってて、で4000ポイントもあったら結構いいもん食べれるから取っておいたら、気づいたらその期間限定だったから、そのポイントがその使用期限の前日であることに私は気づいたわけ。ちょっと待ってと思って、使わないとめちゃくちゃもったいないじゃんと思って、なんか最終日に、その最終日の前日に気づいたから、その次の日の予約をすぐ取って、でもさ4000で、なんかその友達誘うってなってもなんかあの予定が合わなそうだったから、もう一人で行こうと思って、急遽だったし、だから一人で4000円ってめっちゃ高いもん食べないとさやの胃袋じゃ食べきれないって気づいたのよ。4000円ってめっちゃ量食べるかめっちゃいいもん食べるかのどっちかじゃん。でなんかホテルの近くのお店って調べたら、なんかうなぎ屋さんが出てきて、あ、自腹でうなぎって絶対に食べないからこのチャンスありと思って、そうそうそう、なんだ今しかないみたいな、そう思って行ったっていうことだね。でも結局4000円分食べれなくて、なんかお店の人に心配された。なんか4000円足してないけどいいですかって。なんかその食べログのシステムとしては、行く前にもう4000円分ポイント使いますよっていう申請をしていくのね。だからお店側はそのお客さんが4000円食べても3000円食べてももらえるお金は4000円なわけ。そうだから、その4000円いかなくてなんかすごい心配してもらった。でね、めっちゃお店の人いい人で、その残りのお金ちょっとまだ届かないけど、なんかそのうなぎの骨せんべいお持ち帰りできるから、そうそうそう、4000円まだ足してないから骨せんべいぜひ持ってってくださいって言って、なんか大量の骨せんべいを持たされて、そうそう、なんか帰って骨せんべいがまあうまいのよ。やっぱりちょいいお店の店員さんってやっぱ優しいっていうかさ、いい接客してくれるんだなってのは感動したね。そう、めっちゃ感動した。でもそんないい店にもう今後行くことはきっとない、当分ない。最後もっと25とかにならないとないかな。1人4000円はちょっと高いね、無理だね。ちょっとでも美味しかった、バチバチに美味しかったね。うなぎ美味しかったな。でもなんかそういういい店、カウンターだってさだったんだけどさ、なんかどうやって頼んだらいいか分かんなくてさ、全部なんか3種の店員さんのお任せみたいなやつばっかり頼んでた。なんか一個一個頼むのなんかあれだなと思って、ちょっと難しかった。だからなんかししとうとか絶対自分だったら頼まないししとうとか出てきたんだけど、要するにししとうなんか食べれるようになってることにそこで気づいたね。あ、それししとうって食べれるんだみたいな、食べれるようになったんだと思って。だから店員さんのお任せだと普段食わず嫌いしてたり嫌い、食べられないと思い込んでいたものが食べれるようになっていることに気づく、そうっていうメリットがあることに気づいたね。こんばんは。でも美味しかったな。でもよく考えたらさ、しゃぶしゃぶの食べ放題とか焼肉の食べ放題ってさ4000円ぐらいするわけじゃん、3500円とか。まあそう考えると食べ放題って高いよね。光り物のお寿司は食べれる。さあお寿司はね基本全部食べれるかな。まあ貝はそんな、あ、う
あのウニ食べれないわさ、ウニ食べれないし、貝も多分貝の種類によるとは思うけど、基本食べれるかな、お寿司は。でもなんかしゃぶしゃぶとか焼肉の食べ放題行ったらめっちゃデザート食べる、めっちゃ食べる、お腹いっぱいになったらもうデザートの食べ放題が始まるよ私の中で。そう、あと野菜食べてる、野菜高いからさそう、食べ放題大好きなんだよね。デザートでお腹満たすのもったいなくない？あ、だからその焼肉だったら、焼肉ってさちょっともたれてくるやん、もうちょっと肉いいかなみたいな、お腹もそこそこいっぱいです、ちょっと肉ちょっと重いかもみたいな時にデザート食べると、ちょっともうちょっと肉いけるかもってなったりする時もあるし、まあ、それでちょっとやっぱ肉は無理だなってなったら、そっからデザートの食べ放題を始めるって感じだね。そう、スイパラ行ってないさ、スイパラのケーキ食べ放題一回食べてみたいんだよね、絶対胃もたれするけど。でもケーキ食べ放題なんていけんのはちょっとアイドルやめてからかな絶対太るもん、絶対太るし絶対肌荒れるもんね。そう、でも若いうちに行かないと食べれなくなりそう。うわー悩む。でもスイパラ行った残りの後の1週間はもうひもじい生活をするぐらいの気持ちで行ったらワンチャンあるかな。劇場公演とかが直近にない時とかに行ったらワンチャンあるかな。誰か一緒に行ってくれる人いるかな。スイパラ一人はちょっときついよね多分。ね、なんかそういうちょっと重めの食べ放題って若いうちに行かないと量食えなくなるって言いますもんね。うわー困っちゃうなーね、すなんかね、ほんとでもケーキ食べ放題行きたいな。スイパラってなんかちょっとしょっぱいのもあるんだっけ。そうなんかちょっと味変できるみたいな聞いたことある。ちょスイパラ調べてみよう。おいくらすんだろう。しかもめっちゃ高かったら泣いちゃうけど。パスタもある。あ、そうなんだ。パスタなんて一瞬でお腹いっぱいになっちゃう気がするけど。スイパラ基本バイキング1000円だって。30種類以上のスイーツ食べ放題、生パスタやカレーも食べ放題。え、すごくない？ドリンクバーは別なんだ。お水とか無料で飲めるのかな。そしたらさ、お水でいいんだけど、ジュース飲むとお腹いっぱいにならない？ピザ食べ放題って魅力的と思ったけど全然量いけない。でもさ、ミスターと二人でピザとパスタの食べ放題みたいなの行った時、なんかさや食べ過ぎてミスターになんかちょっと惹かれた。え、さやちゃん食べ過ぎじゃないって。そう、さやちゃん食べ過ぎじゃないってちょっと心配されたね。でも50分ってどうなんだろう、短いのかな。いや、そのなんかドリンクバーもね、ちょっとさ、だってさ食べ放題1100円はちょっと安いじゃん。だからドリンクバーは絶対つけなきゃダメだよみたいなことかなっていう、そのシンプル、そういう店あるやん、そういう店。確か1500円ぐらいのコースはハゲンダッツの食べ放題。え、そうなんだ。ハゲンダッツは無限に食えるな。こんばんは。カントリーマームのチョコマミリ美味しい。え、そんなのがあるの、スイパラに。えー、いいな。糖分はやばいよ。だからもうそのあれだよ、残り1週間ぐらい、そのスイパラ行った残り7日間ぐらいはマジ糖質を抑えた超ヘルシー、もう野菜しか食わんみたいな生活しないと体調が死ぬえ、50分短そうな気すんな。え、ミスさん
が一番食べるは絶対に嘘だって、その食べ放題の時私の方が食べててミスターちょっと引いてたもん。え、ピザ好きなんよ私、ピザ好きなの。あ、スイーツメニューめっちゃあるじゃん、レモンシフォン、ムース。え、待って、全部美味しそう、食べたい。え、ミスター誘おうかな。そう、スイーツ食べ放題は開始すぐに辛くなって休憩するから50分じゃ多分全然、じゃあちょっと高いコースとかにした方がいいか。そしたら勝手に飲み、あれ、ドリンク感じか。え、生パスタ、おいちちょ、え、カレーもある、食べたい。フルーツパラダイス、フルーツもあるの。え、口どけだって、じゃマンゴー食べれないからメロン一緒。え、サラダバーもあるよ。行きたい、涙出てきそう、行きたすぎて。食べ放題って言ったらやっぱミスター誘うってなっちゃうのよ。そう、串揚げ行ったミスターを誘うっていうルーティン。そう、じゃドリンクメニュー見たいんだけど、ドリンクメニュー、フレーバーボーターって何、口に、お食事には見た目も爽やかなドリンク、分かんない、フレーバードリンクが何か分かんない。コーヒー各種だって、ね、牛乳があればいいな、牛乳がないとさコーヒー飲めないから。スイーツパ、スイパラってどこにあるんだろう、店舗情報。あ、待って、コース料金をもっと詳しく見よう。あ、レモンの味がする水とか、なるほどね、風味のする水みたいなこと。うん、ミッサー割と食べる。次はスイーツセット。え、そうなんだよね。こんばんは。フルーツはじゃあいいか。メロンはまあじゃあいいかな。でもお腹壊しちゃうよ、アイスばっか食べたら。ラーメン博物そんな入場料とか多分かかるから、こう一気に食べたいと思うけどさ、一応じゃないの。え、すごくない？めっちゃねえ、さやの髪の毛がストレートじゃなくなってきた。行きたいな。スイパラ、東京都、原宿、新宿、池袋、上野、町田ですね、東京にあるの。ほう、どこが一番いいんだろう。ミスターに打診するね、絶対ミスター行きたいって言ってくれるから。確実に言ってくれるのはもう分かってるけど、今度打診、明日多分会うから打診してみるね。
それかこの後もう書類も終わった瞬間に LINE しようかな。スイパラ行こうよって。あーでも6月中は無理だな。それ6月絶対死んでも痩せなきゃいけないかな。7月かな行くの。あー切な。こんなに今行きたい気持ちが上がってるのに1ヶ月お預けだな。しょうがないね。ミスターが断ることは基本ないね。基本ない。何でもなんかいいねって言ってくれる。そうマジマジいい人。いや行きたいね。いや7月ですね。スイパラ行くの確実に6月以降だね。はー行きたかった。こんな顔にもなるよ。まあでもその楽しみのためにダイエットを頑張るみたいな。あ、それだな。スイパラのためにさえは今からダイエットが、6月中ダイエット頑張るから。そうそういうことだ。そういうことだね。全然話関係ないけど、群馬さんの私服をサリーのギターに合いそう。マリアちゃんもさ、おしゃれなんだよ。マリアちゃん、昨日のレッスン着めっちゃ可愛かったんだよな、なんか。白い、ちょっと、昨日、おとといか。おとといのレッスン着。そう。めっちゃ可愛かった。白いなんかね、シャツみたいな生地でね、ちょっとフリルがついててめっちゃ可愛かった。おしゃれだよね。こんばんは。確かにハーゲンダッツをたくさん食べると考えたらやっぱ夏の方がいいから、やっぱ7月までいろんな意味でお預けだね。そうレイちゃまとかも誘おうかな。最近ね仲良くなんだよね、ちゃまと。3人とかで行ったら楽しそう。レイちゃまっていっぱい食べるのかな、どうなんだろう、わかんないけど。でもレイちゃまも言ってくれそう。最近なんかその3人でねレッスン場でいることが多い気がする。そう、こんばんは。こんばんは。でもあれだな、あんまりにもサイがたくさん食べるからまた惹かれる人が増えそう。ミスターに惹かれて引き続きそれに次いでレイちゃまにも惹かれそう。え、サイリンさんってめっちゃ食べますねって言われそう。サイリンさんって思ったより食べるんですねって絶対言われるわ。絶対言われるけど、え、知らん、食べ放題は食べるとこじゃ。だからさ、さやとかさ、食べるにし、あんだけ食べる割には痩せてる方だと思うんだよね。そう、めっちゃ食べるんだけど、にしては痩せてる方だと思うんだよな。うん、嬉しい、嬉しいって感じ。ゆうりさんとこ行ったことあるよ、2回かな？ 2 回かな？
でもいつもね、他の人もいたから、なんか次は2人で行こうねってユイリーさんが言ってくれたの。あ、ここ大事です。私が言ったんじゃなくて、ユイリーさんから今度は2人で行こうねって、しかもこの前行きました。この前行ってもらいました。みんな、みんな、あ、大事。私が言ったんじゃないの。ユイリーさんがサヤリンに言ってくれたの。こんなハッピーなことありますか。こんなハッピーなことないよね。夢かと思った。うん。ちょっと強めにこの辺引っ張ってみたもん。ん？って。嬉しかったな。ほんと、マジ。3日か4日前ぐらい。めっちゃ最近じゃない？ガチ最近だわ。TDC のレッスンの合間にね、そのおしゃべりしたときに。そうそうそう。でもゆりさんは私が誘わないと、ゆりさんから絶対に誘ってくれないので、意地でも誘いたいと思います。 TDC 終わったらご飯行きましょうって今度伏線を張っておいて、フラグをしっかり立てておいた上で TDC 終わったら何日空いてますかって聞こう。そう、私もあんまり人誘わないんだけど、最近ね、なんか人のこと誘えるようになってきたんです。私、そう、マジ成長、人間としての成長が感じられた。そうだから誘っていく。なんかさ、やっぱご飯とかさ、人に誘ってもらうと嬉しいじゃん。でもさ、人に誘ってもらうことがまあないわけで、自分も誘うの苦手だから、まあ、人とご飯に行かないっていうのが今までの私の常識ではありましたが、しかしさやかちゃんももう19歳になりまして成長しました。人間、人に誘われたら嬉しいから、私が誘ってもまあきっと相手の人は喜んでくれるだろうというハッピーポジティブシンキングになって、みんなをこう誘っていきたい、そんな気持ち。そんな気持ち。そう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 。さらにね、めっちゃ久しぶり、人見知りだよ。全然今も人見知りだけど、そう、頑張ってる。だから最近人見知りを隠せるように日々頑張ってるんだ。マジいっぱいご飯行きたい先輩いる。みんなとなんかさ、やっぱさ、2人でご飯食べるとさ 120% 仲良くなれるんですよ。確実に距離が縮まるんですよ。もうこれはね、私の統計でね、完全にね取れてるわけ、統計が。そうだから、みんなと仲良くなりたいから、とりあえずもうみんなと、片っ端からみんなとご飯行きたいね。二人でご飯行くとさ、二人だからさ、喋るしかないじゃん。ってなるとさ、もうね、自然と距離が縮まるんだよね。そう、一番最新はね、まあ、先輩だったらももちゃんだね、二人でご飯行ったのは。そう、普通にファミレスに行ったんだけど、そう、美味しかった。ももちゃん、いっぱいお話聞いて、ももちゃんね、お話なんか聞き上手っていうかね、引き出し上手。そう、めっちゃ質問してくれるの。そう、ね、優しい。こんばんは。そう、みなと行きたい、ご飯すべての人と行きたいね。頑張ってさ、そーっと。でも最近エイトの先輩メンバーと会う機会がちょっと少なくて、そう、 TGC のリハがさ、エイトじゃないからさ、そう、だからその今会う機会がなくて、あんまり誘えてないけど、でもたまにレッスンの日時間がかぶったりして会えるから、そういう時にここぞとばかりに「好きあり!ドン!ご飯行きましょう!」ってやりたい。
いい先輩のイメージ、ももちゃん。そのイメージは間違ってないから、これからも大事に持っていてほしい。そう、でもチーム4のメンバーともこのレッスン期間に確実に距離縮まってて、ゆずちゃんとはとりあえず、まあ、まだ具体的な計画は立てていないにしても、一緒に今度遊び行きましょうっていう話をしたから、確実に距離が縮まっている。うん、そう、はーちゃんともね、さすがにタメ口で話せるようになってきたよね、数日経ったから。こんばんは。こんばんは。すずちゃんがね、すごい敬語で話してくれるんだけど、次回会った時には忘れずにタメ口にしようって言おうと思ってんの。そう、絶対タメ口でいいじゃん、可愛いし。そう、年齢は多分ゆずちゃんの方が上なんだよね。だからさ、そうなったらもうさ、タメ口でよくないっていう感じ。別に全人類みんなタメ口でいいと思ってんだけど、さやは、さやは全皆さん私にタメ口でいいと思ってるんだけど、そうそうそう、特にこんな仲良くなったらきっと少しずつね、タメ口になりやすいと思うし、ちょっと言おうと思ってる。多分明日会うんで明日言おうと思ってる。吉橋ゆずかちゃん、ひーちゃんと二人で行ったことないかな。レッスン上ではいっぱい喋るんだけどね。あ、そう、マジェリンさんはなんか今度お家来てって言われたので今度行きます。まだ日程は決めてないけど、そう、マジェリンさんお家来てって言ったんで、あ、もうそんなに喜んでって言って、もう約束しました。喜んでっつって、チャキンっつって。マジェリンさんは半々ぐらい、タメ口と結構半々で私喋っております。ちょうどね1年ぐらいね先輩なんですよ、マジェリンさんの方が。なんだけど、そう、タメ口で話してって、そう、呼び捨てにしてって言われてるんだけど、呼び捨てはちょっとまだできてないけど、あの、タメ口を混ぜてはいるよ。そうそうそう、そんな感じですね。しーちゃんとすぐ距離縮まりそう。え、大家さんですか。え、私さ、大家さんとさ、めっちゃ話してみたいんだよねっていう話を昨日ミスさんにもしたんだけど。そうなの。でも大家さんとの接点がなさすぎて、話しかける機会がなさすぎて、めっちゃ喋りたいの。え、もう超好きなんだけど、絶対喋れないんだよね。なんかさ、この前ツイッターで大家さんがなんかそのダンスの先生に、あなたは背が高いから他のメンバーより人一倍そのかがむ振りの時とかはかがまないとダメですよって、その研究生の時に言われたのを未だに守っているから、めっちゃ一人だけ低いみたいなツイートねしてたの。みんな見てるかもしれないんだけど、なんかそれを見た時に、大家さんマジでなんかもう私の目指す姿だと思って、そう、あんなにもう大先輩じゃん、もう歴長いし、なのに研究生の時の気持ちを忘れずに今もやってるって、マジで私の目指すべき姿だと思って感動して、マジでもともとめっちゃ話したいなと思ったけど、話したい欲が超増した。そう、ツイッターほんと面白いのよ。そうなの、マジお話ししてみたい。どうやって話したいんだろうね。接点がないからなんて話しかけたらいいか分かんないんだけど、先輩にどうやって話しかけたらいいんだろう。
さんって何が好きなんだろう何も知らない何も知らないんだけど、そう、めっちゃ仲良くなりたいんだよね。なんか初めて公の場で今言ったかも。メンバーにはよく言ってたんだけど、ひなことかミスさんには言ってるけど、そう、ほんと好きなんだよね。こんばんは、こんばんは。いやー、ちょっとどうにかして接点を作って仲良くなりたいところではあります。そんな感じでそろそろ終わりにしようかな。どれぐらいやった今日、めっちゃやってない？何時に始めたっけ？7時半でしょ？8時半、1時間45分もやってんの？まあでも今日まあなんかテンション高いから長くやろうかなと思ってたけど、思ったより長かった。1時間半ぐらいにしようかなと思った。1時間45分ぐらい経ってた。まあいっか、みんなが喜んでくれればいいや。もれなく千織さんがついてくれ、千織さんもさ、すごい仲良くなりたいの。千織さん面白くて、てかもう2人好きだから、ちょっと今度頑張ってミスターとひなこにヒントを聞いて、ちょっと仲良くなりたいっていうことを伝えに行きたいと思っています。はい、ということで今日はちょっと長くやりすぎちゃいましたが、みんな付き合ってくれてありがとう。なんか今日あれなんだよね、コメントがすごい盛り上がってたからさ、いっぱい話しちゃった、楽しくて。あと今日いっぱい寝て元気だったっていうのもあるよね。じゃあちょっとランキング読みます。13位ピアノマンさんありがとうございます。12位ヤスさんありがとうございます。11位おちゃむさんありがとうございます。10位台湾ゆららさんありがとうございます。9位ともちさんありがとうございます。8位バイクこぞうさんありがとうございます。7位マンダリンさんありがとうございます。6位ひらりんさんありがとうございます。小池健健さんありがとうございます。4位まさとさんありがとうございます。3位やちさんありがとうございます。2位じゅんじゅんさんありがとうございます。そして1位はとめさん、ありがとう、ありがとう。今日さ、それ午前中何時間はやってないか、何分ぐらいやったんだろう。午前中も割とさ、なんかそんな短い時間じゃなかったよね今日めっちゃショールームの日だった。私いや、なんか多分ね、これからね、あれだよ、こういう日増えると思う。マジ一人、ほんとマジさ、多分一日にさやが喋れる量って決まってるんだろうな。人と話してないとさ、今日特にさ人と全然喋ってないからさ、なんかショールームめっちゃ喋れたちょっと増えるかも、こういう日。マジずっと喋ってるかも、私。なんか喋りたいこと多すぎて。一生喋ってるかも。ちょっとうざくても、まあ付き合ってくれたら嬉しいです。よろしく。よろしくね。じゃあ今日もお付き合いいただいてありがとうございました。おやすみ。バイバイ。みんな早く寝ようね。バイバイ。